お控えなすて。おいらはゲーム界は大江戸のはぐれ町でウイを使い、生まれながらに真っ正直で曲がったことのデッキレーラー、あっこえもんで。待ってました。へ、頑張れゴエモン。揚げドーナツにカレーシチュー、う、僕の好きなものばっかりだ。司くん、よかったら私の分も食べてくれない？え、アスカちゃん食べないの？うん、ちょっとね。うーん、甘いダイエットは悪の罠でい。アスカちゃん一緒に帰ろう。送っていくよ、アスカちゃん。アスカちゃんは僕と帰るんだ。誰がそんなこと決めたんだ。じゃあカバンと服だけ送ってくれる？私ジョギングして帰るから。じゃあ、アスカちゃ ん、 うーん、まずい、非常にまずい。このまま失敗し続けると僕がカレーに切腹する前にマクアムーゲ様に処罰されてしまう。短い付き合いだったぜよ。切腹丸様のことを忘れませんわ。バカ者、まだ処罰されると決まったわけではない。今回の作戦を成功させればおめえはみっちりと挽回できる。今回の作戦とはどんな作戦から？そりゃあ、ね、これから考える。何よこれ、ちっとも減ってないじゃない。もっと汗をかかなくちゃ。あれだ。あれって何かろ？つかさくん、これ。今日も食べないの？アスカちゃん。ええ。なんかあったの？あのね、私今ダイエットしてるの。ダイエット？どうして？アスカちゃん、ダイエットなんかする必要あるの？見てわからない？私ったら標準体重を 500g もオーバーしてるのよ。 500g ぐらいならちっとも問題ないじゃない。分かってないんだから、標準より少し下の方がいいのよ。だけど食べないでいるのって体に良くないんじゃない？なんだ、ダイエットしているなら僕に言ってくれればいいのに。ママが通っているスポーツクラブにはトレーニングマシンがいっぱいあるからダイエットには最高さ。ちなみに僕も会員だけどね。会員と一緒ならトレーニングできるんだよ。ほんと？私も連れてってくれる？いいとも。やったー。切腹丸様は何を作っているぜよ。人間を太らせるって言ってたでなし。きっと高カロリーのシチューかなんかですわ。なんかまずそうだかろう。
才マクアムーゲ様、これが完成すれば世界を征服できるでしょう。できた、できたぞ。これは何のでなし？僕の呪術で作った人間ふくらし粉だ。これを摂取した者は一旦痩せるが、しばらくすると体がまん丸く膨れ上がるのだ。これを使って早速人間どもを太らせてやる。元に戻してほしいでなし。どうしたいつかさ、元気がねえじゃねえか。実はアスカちゃんがダイエットを始めたんだ。ダイエード？何かとってもいいことがあったのかい？違うよ、ご飯も食べずに痩せようとしてるんだ。なんで、体を引き締めるんだったら忍者の修行が最高で。本当？正義の五右衛門に嘘はねえぜ。じゃあアスカちゃんにその修行を教えてくれる？勝手んだ。僕アスカちゃんに話してくる。そこの小娘ども、お前らに痩せる薬をやる、喜んで飲むがいい。待て、なぜ逃げる、怪しいものではない。十分怪しいでないし。またダメか、痩せる薬といえば喜んで受け取ると思ったのだが。このままでは作戦は失敗するから。よかったですね、切腹ができて。切腹丸様。バカ者、僕は美しい切腹がしたいのだ。惨めな切腹など誰がするものか。どうしてなの？ここのケーキが美味しいって聞いてわざわざ来たのよ。私なんか朝からずっと並んでいたのに。あ、申し訳ありません、当店のケーキは全て売り切れてしまいまして。あれだ、あれだばかりかろ。あの人気の菓子に人間ふくらし粉を入れて人間どもに食わすのだ。その前に元に戻してほしいでなし。よろしくお願いします。修行はつれえぜ。痩せるためなら何でもします。僕も付き合うよ。よし、まずは滝に打たれる修行で。冷たい。これが滝。滝だと思えば滝なんで。こんなんで本当に痩せるの？体を引き締めるには精神の集中が大事なんで。そうかな。あ、もうダメだ。さあ、まだまだ次があるぜ。ハチマキが地面につかないようにもっと速く走るんで。これ何？わくさ！これはオイラたちの忍者食で、こいつをきっちり食べてきっちり修行する、それが体を引き締める極意なんだ。昔のダイエット食みたいなものね。まずい。よっしゃ、食ったら修行の続きで。まだあんの？ただいま。はあ、もうダメ、一歩も歩けない。痩せたかしら。あれだけ頑張ったんだから大丈夫だよ。前より増えてるわ。そりゃ筋肉が増えて体が重くなったんだぜ。そんな、つかさくんが痩せるって言うからあんなことまでしたのに。もう知らない。あ、待って、アスカちゃん。ん？何怒ってんだ。筋肉が増えて体が引き締まるってことはどんな敵とも戦えるってことなのに。のぼるくん、よかったら私の給食食べてくれない？喜んで。あ、アスカちゃん、新発売のダイエットケーキだよ。一口食べたらたちまちスリムです。まあ、ダイエットケーキです
ってスリムですって、みっちり食べてみっちり太りみっちり感触を起こすがよい。あら、つかさ、ちっとも食べてないじゃない。今日のお料理おいしくなかった？うん、心配すんなって。明日になればアスカちゃんの機嫌も元に戻ってるぜ。誰のせいでこうなったと思ってるの？ただいま。課長ったら小言ばっくり言って、切腹丸が捕まらないのも地球が回るのもみんな私が悪いんですよ。はあ？あれ、司の友達かい？お邪魔してます。ママハンの料理は最高でんな。そりゃどうも。わあ、ついでにケーキでも食べていきなさい。ごちそうさんです。わあ、おいしそう。さあみんな遠慮しないで食べて食べて。あ、なんだ、食べないのか？うん、食べるだけで痩せる。これ痩せるために食べるだけ？まあとにかくとっても珍しいケーキなんだぞ。え、食べるだけで？あ、本当だ。私たちも。そうだ、これをアスカちゃんに食べさせたらきっと機嫌が治るぞ。頑張れゴエモン。大人気のダイエットケーキ、今日はこのケーキを作ったシェフにお話を伺ってみます。どうしてダイエットケーキは痩せるんですか？それは教えられん。企業秘密なんですね。そういうことだ。テレビを見てる人たちに何か一言ありますか？みんなもっとケーキを食べるんだ。申し込んだらすぐに送ってやろう。もうすぐに電話しなくっちゃ。もしもし。はいはい、そっちは3つ、こっちは10個、すぐに送るでなし。本当だってば、食べるだけで痩せちゃうんだよ。ケーキを食べて痩せるはずないじゃない。本当だってば、見てよ僕の顔、ちょっと痩せてるでしょ。うわ、どこが痩せてるの？まんまるじゃない。あれ、おかしいな。どうなってんの？変なもの食べるからよ。副作用が出たんだ。変だな。なんだ、どうしちゃったんだ。おいしいわこのケーキ。やへだわ、すごい、やへだわ。あ、ま、どういうことですの？どすこい。しこ踏んじゃったお相撲さんみたい。ごっちゃんです。みんなの様子が変だぞ。オイラは異常なしだが。私もよ。ちっと痩せたんやけど、わてもですって。どうなってるんで。私こんなに太るようなもの食べてないわ。おいらもで。何が痩せるケーキよ、こんなに太っちゃったじゃないの。私もこんなに。痩せるケーキ？ゆうべパパさんが買ってきたケーキでして。やっぱりこれが原因か。そやけどサスケはなんで平気なんや。拙者はカラクリでござるから太る心配はないでござる。なるほど。ごめんなさい、あそこ。思惑通りだ。体と一緒に感触指数も膨れ上がっています。よし、気は熟した。そうはいかねえぜ。おめえらの悪事はこの正義のゴエモンが許さねえぜ。バカめ、その体で僕たちに勝てると思うのか。やれ。逃がさんぜよ。
回転体当たり。おのれ、いでよ電脳魔人フットボール。ふくらしこで人間をもっと太らせてやれ。いいぞいいぞ、この調子でもっと人間どもの癇癪指数を上げてやれ。ママ助けて。うすこぞめえらの好き勝手にはさせねえぜ。ほらがいが。早うしておくんなあれ。わかってるぜ。おはぎよ。やっぱり食べなきゃダメか。腹が張って苦しい。そう、早く。うへえ、ぺちゃんこのおはぎ。仕方ないでしょ。早よ。いけ。ちょい天地仰天ゴエモンインパクト。待たせ、100倍100倍さらに100倍天地仰天ゴエモンインパクト。キツいや押さないで。くそ、腹が使えてレバーに手が届かねえ。このままじゃやられちゃうわ。こうなりゃサスケ、太ってねえおめえだけが頼りだぜ。任せるでござる。いいぞサスケ、これぐらい朝飯前でござる。よくもやりよったな。だがまだこっちには奥の手がある。でやんで、その粉はからくりには効き目がねえのは宣告承知で。おへえ、サスケが太ってしもうたがな。どうなってるんで。まさかインパクトも。おお、見たか、特製からくりふくらしこの威力を。腹が出たせいで手も足も出せんだろ。助けて。もうすぐだよ、助かった。急げ。あまり遅んでください、ハンドルが切れません。ならばマクアムーゲ様がお通りできる特大の電脳トンネルが開けるぞ。このまま癇癪指数を上げられたらマクアムーゲが出現しちゃうわ。くそ、頑張れインパクト。諦めの悪い奴らめ、太る、あいつらをもっと太らせて破裂させてしまえ。そうはいくか。しまった。セルボール。やったね。元に戻ったわ。わてもや拙者も、おいらも
切腹丸がやられて呪術が解けたのよ。これにて一件落着でああ、よかった、美しい私が戻ったわ。おあら、もう戻っちゃったの、面白かった。あら、元に戻った。ああ、お前は切腹丸、狂気準備集合罪およびソラン罪およびその他もろもろの罪で逮捕する。うわ、体が動かん。やった、生まれて初めて犯人を逮捕したぞ。よいしょよいしょ。大丈夫アスカちゃん。ありがとう司くん。あ、司くん元に戻ってる。本当だ、アスカちゃんも。よかった、私無理なダイエットはやめるわ。本当？うん、よかった。おい、おとなしくしてるんだぞ。バカめ、これで僕を閉じ込めたつもりか。さて、今回の汚名をどうやって挽回するか。お前ら迎えに来てくれたのか。切腹丸また失敗したでなし。まあ、なんだ、誰に向かって口を聞いているんだ。マクアムーゲ様はお怒りだなし。何、あんたを手助けしてきたけれどこれが最後ね。マクアムーゲ様がお待ちから。マスにはサンタロウってのが贈り物をくれるってのかい。そうじゃなくて、クリスマスにサンタクロース。あ、変なこと言ってる間にプレゼントが突然暴れ出しちゃった。また切腹丸の仕業だな。違うよ、今度はチビとでかいやつだよ。次回頑張れゴエモン。サンタクロースは新しい悪党デイ。ゴエモンは何が欲しいの。新しいふんどしデイ。